トイレ。今日もスッキリ。さて、 T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。前回無事クリアしましたが、収集アイテムがまだ残っていたので、今回はそれらを全部集めてから真のエンディングを迎えようかと思ってます。おそらくこの地図を全部集めることが条件かなと思ってます。一枚は星の貝殻を集めることでもらえそうだよね。そうなんです。なので同時に星の貝殻も集めないとな。猫絵は多分やり込み要素ですけど、そちらも集めていきますね。ということで、白い世界に行く前のデータから始めてます。おわ？こんなところにあったのか。まさか桟橋にあるとは思わなくて。ここって近くだよね。はい、すぐそこでウサギちゃんに渡せます。めっちゃ近い。これであと一つ。あと一つか。それが大変なんだよね。これも取ってないことになってます。そうか、データを戻したから。なので白い世界から先の猫絵も取ってないことになってますね。あったー。おー、いやー、苦労しましたよ。めっちゃ探しました。そうだろうね。ふう、一つ終わった。さあ、ウサミちゃんかもん。かわいい。オッケー、これが必要だったのです。こちらこそありがとう。残るは1枚ね。あと1枚。また最後の1個が大変なんです。嘘でしょ。灯台。はい、以前も来て探してます。前はなかっただろうと思って見返してみたら、普通に見逃してました。私どんまい。ちょっと信じられない。とにかくこれで全部集まりました。やったね。で、絶対ここでしょう。あったね。なんだこれは。謎解きだね。いきなり本格的なものが来たな。ヒントはなし。この模様って一番左のが肉球みたいな。確かに。どこかにある。あった、これだ。これはまさか方角か。海。いろいろやってみてわからないので、とりあえず飛び込んでみました。するとほら、おお、同じ模様がある。どうやら正解だったようです。2番目はお米みたいな。あったね。こっちの方向か。っていうか、これってこっちですね。いや、よく見ればどこに進めるのかわかりますね。これ開けてるからね。まあそれでもヒント通りに進みましょうか。うわ、船。これか、ジラフが探してたものは指輪をなくしてたんだ。そうだったのか、それが未練で。ここだったのね。はい。
分これが新エンドの条件じゃないかな。猫への条件かもしれないので、引き続き集めていきますけどね。とりあえず良かったね。この中も気になってたんですよ。途中から何もないって探しませんでしたが、いくつか分かれ道がありましたもんね。いきなり見つけてるし、やっぱりあったのか。この先もじっくり探しましたが、もうここにはないようです。さて、一番最初の森のダンジョン、そういえばここにも青い扉があったのです。忘れてた。なんとなく見えてた宝箱がようやく取れました。これで服も招いてくれるはず。ここは東洋ではないんだな。まあ名前が違うしね。あれ、いつもの仕草ではない。何これ、かわいい。すご、特別な動きがあるんだ。この光る蝶に何か意味があるのかな、と。ここでしばらくいたのですが。うん、正解でしたね。ここだけでしか見れないんだね。そうみたいです。あ、終わった。海のダンジョン。ここも探索漏れが多そうですよねー。乗らなかったボートに乗ってみると、ここに連れてきてくれました。って止まらない。動いたまま。嘘でしょ、急げってこと。確かに鈴が大きい。全然待ってくれない。乗せてくれー。うわ、全然乗れない。ひどい。最後は炎のダンジョン。ここも駆け抜けたので見逃しが多そうです。海のダンジョンは一つだけだったのね。はい、多分これはティーコさんが気づいてましたね。そうそう、トロッコに乗った時にチラッと見えて、歩いてくることで取れました。あ、これ以上戻れない。歯車からも行けたんです。焦って先に進んでたからな。こんな近くにあったのね。いい雰囲気。同じく先の歯車からまた。これは危険ね。体力がすでにやばいな。本編では一度も使わなかったけど、回復で食べてみようかな。おお、かぼちゃの回復量が半端ない。リンゴはほとんど回復しなかったね。オッケー。おしゃれです。よしよし、順調だぞ。あとは多分城の世界の先じゃないかな。あと7枚もあるんだね。ふと思い出したのがお母のさんの家。どこかに扉があったなと。これか。うっすら見た覚えがあったんですよね。これは見落としやすそう。おわ？いいですねー。ソーセージの桜がまたいい。かわいいねー。美味しそうです。あ、そっち。まあ確かに。そういえばここもありましたよ。あー、離れ小島か。あれはマジで謎だったからな。生き方がわかりません。
とりあえずこれは正解。どうだろう。ようやく気づきました。もしや下からでは、と。そういう入り口になってたのね。く、最初に気づいてもよかったな。ビーバースタイルの島でした。ビーバー。ほら、ビーバーって家を作るときに、水の中から侵入するように入り口を作るんですよ。外敵が入ってこないように。へえ、すごいね。頭いいでしょう。それは頭悪そう。照れてる。それにしても時間が最高だな。ちょうど日が昇る時か。絵になります。よっしゃー。おお、ついに届いた。しかも早く泳げるって素晴らしい。やっぱりこれか。ファッションショーですから。へえ、左足のアンクレットも可愛い。シュかな。おしゃれですね。うお、本気で速い。あー、確かに早いね。ストレスゼロです。これは素晴らしい景品だ。さて、多分これで全部だと思います。やっぱり着替えないと無理だよな。セーブを分けましたが、この先で集まりきらなかったらまたやり直しです。っていうか、この先のは一度取ってますからね。そもそもがやり直しです。そうね。で、当然ボス戦もありますが、今度はハードに挑戦してみますね。え、大丈夫かしら。く、最初からマジで難しい。暇もないね。問題なく B 判定でしたとさ。あらあら。さて残り2枚。あとはロープウェイのところに1枚とここに1枚。全部本編で撮ってましたね。あったねー。ということでこれにてコンプです。やったね。いやー、苦労しました。気持ちいいですねー。で、スタンプをもらいたいのですが、結局ここから帰るしかないという。うわ。
考えてみればここもおそらくダンジョンですし。太鼓。ダンジョンから抜け出すってやればよかったのかも。まあどちらにしてもこのリフトは必要でしたね。遠かったねー。よっしゃー。まあありがとう。これよりも壁で見るか。まさに美術館みたいでいいね。これはエンディングで着ていた普段着ですね。アンニカちゃんのお気に入りなのでしょう。現実感がぐっと出てます。よしくん。ということでラストバトル。ここもハードで頑張ってみて終わりましょう。こうなるのか。あらら。もう終わりは目の前だったのに。さすがに B だな。うお？それでもご褒美ありがとう。累計でもらえるのね。さて、新エンディングをお楽しみください。